いつでもどこでも約1分間で小顔になる。頭がすっきりします。目もすっきりします。首周りもすっきりします。いつでもどこでも座ったままできるというセルフ体操も教えていきますので、ぜひ最後まで見てください。はい、皆さんこんにちは。 MB ボディアートスクール代表の松井慎一郎です。今日はですね、いつでもどこでも約1分間で小顔になる、そういった MB 式小顔整体の方を皆さんに教えていきたいと思います。具体的には、頭がすっきりします、目もすっきりします、首周りもすっきりします。そして目の奥にあるなんか嫌な感じもすっきりして、しかも眠りが深くなるので疲労回復にも効果があるよ。しかもいつでもどこでも座ったままできるという、そんなことをね、皆さんに教えていきますので、ぜひ最後まで見てください。さらにですね、最後に僕セルフ体操も教えていきますので、自分自身の体の健康、そして自分自身の顔のむくみ、そういった人にも非常に有効になってくるので、最後までご視聴ください。では今から本編スタートです。はい、では今からですね、小顔整体の方やっていくんですけども、顔っていうのはですね、例えば正面から見て、こういうね、平面から見るとこう大きく見えるんですけども、これね、立体的に見るとこうやってね、氷山の一角でほとんどが頭なんですよ。顔を変えたい時にはまずね、頭を変えていくんですよ。で、頭の何を変えたらいいのかなっていうと、縫合線です。縫合線って何かなっていうと、頭っていうのは細かい骨のパーツが合わさってるんですよ。そのパーツが合わさっているこの線のことを縫合線と言います。その縫合線というのは、耳のこの横にある輪状縫合、それから後頭部にあるラムダ縫合、そしてこここめかみから頭頂部にある感情縫合という、この3つの縫合線が非常に大事になってきます。頭がガチガチだよ、頭皮が硬くて動かないよっていう人には、この縫合線に沿って軽くトントントンと振動を加えて、少しだけ動かしてあげるだけで頭皮が一気に緩むんです。顔の方はどこを狙うのかなっていうと、顎の下です。こういう顎の下の深い筋肉、じゃあこの深い筋肉っていうのは、指を入れてゴリゴリってやると痛いです。なので痛くなく変化させるためには、この骨際のところに指を当てて振動を加えてあげます。トントントンって軽く叩く、 MB ではこれソリトンって言ってるんですけども、この振動を加えることによって、骨についている筋肉っていうのは深い筋肉、それが軽く震えることによって深層筋が緩みます。で、その深層筋を緩めながら少しずつ上に引き上げていくと、この座った状態でも自然とこの深層筋が動いて上に引き上がりやすくなります。短時間でこの座った状態でも引き上がっていきますので、それを実際に今からモデルさんを使ってやっていきたいと思います。はい、では今からですね、この座った状態の MB 式小顔整体やっていきますので、ちょっとカメラさん寄ってきてくれた時ください。ちょっとですね、施術前の顔をよく見てくださいね。はい、今からちょっとね、顔の方を変えていきたいと思います。はい、そしたらですね、まず右側から変えていきますね。はい、左の方を向いてください。いいですか。やり方はすごくシンプルです。顎の骨の下に中指薬指を当てます。そしたらですね、ここにトントントンと爪の付け根に自分の中指と薬指で、手首のスナップ使ってね、軽くトン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 ってこの振動を入れながら、この頬骨のところまで引き上げるだけです。もう一回見ててくださいね。この顎の下のこの皮膚や脂肪のたるみを少し持ち上げて、顎の下の骨のところに中指薬指を当てて、このままトン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 って軽く指先の手首のスナップを使って、顎の骨に振動を加えながら頬骨のところまで少し上に引き上げていくだけです。これね、3回ぐらい行っていきます。トン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 と上に3回ぐらいです。もうこの時点でこの顎のラインってちょっとね、上にこうやって引き上がっていくんですよ。はい、そしたらですね、今度はこの頬骨からこめかみにかけて、またですね、少し皮膚やこの脂肪、皮膚のたるみなどを少し上に引き上げてから、またトン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 と軽く振動を加えながら、こめかみの上までこういう風に
引き上げていきます。トン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 、はい、こうすると顎のラインからこの横の頬骨のライン上に引き上がっていくんですよ。そしたらですね、今度は先ほど言った頭っていうので耳のちょっと上のところ、これ臨場保護っていうんですけどね、耳のちょっと上をね前後に軽く動かします。軽く前後に動かします。そしたらこうやって耳の上を軽くトントントンで軽くトン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 するだけです。これを 2,3 回繰り返します。上下に動かしてトン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 するだけ。そしたら今度はですね、少し左の方を向いていただいて、この乳幼突起っていうところに指を当てて、このままこうやって自分から見て前後ですね、こうやって軽く指先の腹で軽くあの頭皮を動かすように、乳幼突起からこういう後頭隆起っていうところにかけて軽くこの頭皮を動かすように前後に動かすだけです。これを 2,3 回やったら同じようにトン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 と振動を加えてもう一回 2,3 回行います。そして最後にこめかみから頭頂部に向かって指を当てて軽く自分から見て前後に軽く動かして、少しトン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 って振動を加えるだけです。でこれを 2,3 回繰り返すだけです。で最後にもう一回この余計な皮膚のたるみを少し上に持ち上げるだけです。これだけで正面見ていただけますかっていうと全然右の顔がぐっと上に引き上がっちゃいますよっていう、はい、目もすごいパッチリしましたね。しましたね。全然違いますね、はい、これ大体もう、まあ、今解説しながらやったんですけども、普通に黙ってやれば1分ぐらいで十分できますし、はい、本当に慣れてきたら30秒30秒ぐらいでもできるやり方ですので、ぜひ使ってみてください。はい、では今からですねセルフの方教えていきたいと思います。その前に僕の顔をよく見てくださいね。はい、ちょっと恥ずかしいです。はい、そしたらですね、まず右の方からやっていきたいと思いますね。まず顎の下、右側の顎の下に自分の左の中指と薬指を当ててください。骨のところです。骨の際のところです。そしたらですね、自分の右の手の中指と薬指をこうやってトン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 って当てて振動を加えていきます。で大体ね、トントンやる強さは痛すぎず弱すぎず、なんかねこうやって自分があーとか声を出した時になんか声があーって震えるぐらいの強さ。そしたらですね、どこまで上に引き上げていくんだいっていうと、下顎角って言ってこの顎の角、要するにエラの部分までいきます。そしたらそこからもう少し上に上がってこめかみのところまでこうやって上に頑張って引き上げていきますっていうのを3回行います。はい、もう一回いきます。トン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 ってやってエラの部分まで行ったら、もうちょっと上に引き上げてこめかみの部分まで、でこめかみのところまで行ったら、今度は耳のところ、耳のちょっと上のところに右手の人差し指、中指、薬指、3本の指を当てます。そのままこうやって上下に動かしながら耳のちょっと後ろの方まで3回行っていきます。1回、はい、2回、はい、ラスト3回行います。はい、そしたらですね、左手の中指、そして人差し指、薬指をこうやってポンって当てます。そしたらですね、こめかみのところからトントントンってやりながら、この今上下に動かしたこのラインをトン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 と耳の後ろのところまで1回2回3回行います。はい、そしたらですね、今度は乳幼突起っていうところ、はい、ここにですね、右手の人差し指と中指、もしくはこの薬指の方までちょっと当てます。そしたらですね、いやー参ったなーみたいな感じね、恥ずかしい時にこういう風に書く、ちょっとね昭和な方だったらわかるんですけども、ちょっと平成ぐらいだと分かりにくいかもしれないですけども、自分でですね、この乳幼突起のこのラムダ方向に向かってこうやって上下に動かしながら 2,3 センチぐらい動かしながら、後頭隆起って言って後頭部の盛り上がってるところに3回ほど乳幼突起のところから下から上に
こうやって少し上にちょっと持ち上げるようにしながら上下に動かしていきます。はい、そしたら今度左手で乳幼突起のちょっと後ろのところに指を当ててトン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 とこの後頭隆起のところまでトン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 と行っていきます。これも3回ぐらいです。そしたらですね、今度はこのこめかみのところから上下に動かしながら頭の一番てっぺん頭頂部っていうところまでこのように上下に少し動かしながら3回ほど行います。そして最後に左手でちょっとこめかみを持ってトン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 と頭頂部までだいたい3回ほど行っていきます。そしたら最後にポンと顔を持って下から上にぐーっと仕上げる。これを3回ほど行うと、まあ、見てわかるように顔が上にヒュッと右側と左側っていった時に右側グッと引き上がってむくみが取れたり目が大きくなったり顎のラインがシャープになったり頬骨の位置が少し上に上がってリフトアップっていう形になりますので、ぜひやってみてください。はい、皆さんいかがだったでしょうか。セルフ体操もいかがですか。やってみたらね、効果が出るのでぜひやってみてください。前回ですね、行ったちょっと激痛小顔っていう形でやったものと組み合わせると本当にびっくりするほど効果が出ますので、ぜひ組み合わせてやってみてくださいね。そしたらですね、こうやってもういろんなこうやって僕もね、あの皆さんのコメントをいただきながらちょっといいものを作りたいので、ぜひぜひいいコメント、なるべくね、あの面白かったよとか次はもう期待してますよみたいなコメントがあるとすごい励みになってきますので、そういったコメントもぜひよろしくお願いします。それからですね、ゴッドハンド通信の方の登録まただよっていう方もぜひ登録していただけると、こういったいろんな情報をどん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 配信させていただきますので、登録の方もよろしくお願いします。ということで最後までご覧いただいてありがとうございました。次回もお楽しみにしてください。